はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、印紙税の1回目基本的な部分について解説します。内容としては、印紙税がどんな税金なのか、課税主体は誰か、納税義務者は誰か、あと課税文書、非課税文書、どういったものがあるのかというところを解説していきます。まず印紙税、どういった場合に課税される税金なのかというと、契約書などの課税文書を作成する場合に課される税金です。なので課税文書が何かというところを押さえておかなきゃいけないっていう話ですよね。課税文書を作成する場合に印紙税っていうのはかかってくるわけだから、課税文書が何かということを押さえる必要があるということなので、後で課税文書は何かと、どういったものがあるかというところをお話しさせていただきます。で、印紙税っていうのは、印紙ってあるんですけれども、印紙を契約書とかにこう貼ってですね、で、割り印をしたりして、納付するものなんですね。これは、後々解説しようと思うんですけれども、イメージとしては、そういったものなんだということです。例えば、領収書とかに印紙が貼ってあったりしたの見たことありませんでしょうか。あと、不動産の売買契約とかしたことがある方だと、不動産の売買契約書を見ていただくと、おそらく印紙貼ってあると思います。なので、そういったものを見ると、あ、これが印紙なんだ。で、割り印してあると思いますんで、あ、これで印紙税納付されたことになるんだ、みたいなイメージを持つといいと思います。で、この印紙税っていうのは、誰が課す税金なのか、いわゆる課税主体というものですね。これは国です。国が課してます。つまり国税ということですね。国税です。納税義務者、誰がこの印紙税納税するんですかというと、課税文書の作成者、つまり課税文書を作成した人が印紙を貼って割り印をすると、いったイメージですね。例えばこの契約書を作成したのが A さんだったと仮定したら、 A さんが印紙税を納付しなければいけませんよっていう話ですね。で、2人以上のものが共同して作成した場合、この2人以上のものが連帯して納税する義務を負います。例えばもう売買契約書だと、売り主と買い主2人いますので、2人が共同して印紙を納付する義務を負いますよってことですね。で、代理人が作成したものの場合、代理人が納税義務を負うんですよ。例えば売り主代理人がいて、売り主代理人がこの契約書作成したというのであれば、この代理人が納税義務を負うんだということです。これ注意しておきましょう。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、続いて課税文書と非課税文書、どういったものに印紙税が課税されるのかというと、まず1つ目、土地の賃貸借契約書、また似たようなもので言ったら地上権設定契約書、こういったものは課税文書になります。で、ちょっともう先に対比して頭に入れていただきたいのはここですね。建物の賃貸借契約書は非課税文書なんですよ。つまり賃貸借契約書であったとしても、土地については課税文書だけども、建物については非課税文書に当たるんだっていうところですね。ここしっかり押さえておきましょう。土地については課税されるけども、建物についてはこれ課税されませんよって話ですね。で、2番目、不動産の売買契約書だったり、
贈与契約書だったり交換契約書、いわゆる不動産の譲渡に関する契約書です。この不動産っていうのは、これ土地とか建物どちらも含みます。つまり賃貸借契約書じゃなくて売買契約書とか贈与契約書、交換契約書になってくると、土地建物同じ扱いで、これは課税文書ですよっていう話ですね。でこれは仮契約書も含みます。不動産の売買契約、本契約を行う前に仮の契約とかをしたりするんですね。この仮契約書についても課税文書に該当するので、この点は注意をしておきましょう。あとは請負契約書ですね。例えば工事の請負、建物建築の請負とか、そういった請負契約書、これも課税文書です。で4つ目、金銭の受取書、まあ受領書ですね、金銭の領収書、これについても課税文書です。例えば敷金の預かり書とか、まあこれもですね課税文書に当たります。ただこれ5万円以上の場合は課税されるんですね。印紙税の納付が必要になってくるんですけども、5万円未満の場合はこれは課税文書に当たるんだけれども、印紙税は課されませんので、この点注意しましょう。つまり5万円以上の金銭の受取書について、金銭の受領書、領収書について印紙税が課されるんだってところですね。これ一つポイントになってきますんで頭に入れておきましょう。まあ、言い換えると5万円未満、例えば4万円の領収書とか、そういったものについてはこれは課税されません。印紙税の納付は不要となってきます。で続いて非課税文書ですね。課税されない文書、これは先ほども言った通り建物の賃貸借契約書、あと営業に関しない金銭の受取書。これ営業に関しない金銭の受取書ってどういったものかっていうと、例えば会社員の方がマイホームを売却した時に代金もらうじゃないですか。例えば1000万円で売って1000万円もらいました。その1000万円の領収書、これって営業に関しない金銭の受取書ですよね。会社員が自分のマイホームを売る行為っていうのは事業じゃないわけです。営業に関しない、だからこれについては非課税文書ですよって話ですね。で3つ目が定当権とか質権の設定契約書、これも非課税文書です。で4つ目が委任状で、5つ目が国とか地方公共団体が作成する文書、まあ、これについても課税されませんので頭に入れておきましょう。まあ、今回一応赤と黒で分けているんですけども、まあ、基本的にはこれ全て実は重要なんですね。なので、まあ、できればもう全てこれは頭に入れていただきたいです。おそらく過去問とか予想もし解いていく中でこれ出てくると思うんですよ。なんで出てきた時に都度、この部分見ていただいて、あそうだそうだ、あこれは課税文書だ、あこっちは非課税文書だって確認していただきながら、覚えていくのがいいと思います。あとは納税義務者ですね。注意が必要なのは代理人が作成した場合、この場合っていうのは代理人が納税義務者になるんだよってところですね。ここは引っ掛けポイントなんで、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。